郡山宿大町道標地図郡山宿の位置、郡山宿郡山宿は、江戸期の欧州街道の宿場の一つ。現在の福島県郡山市に位置する。欧州街道は、阿武熊川沿いであったが、慶長年間西よりに改修整備され、当地に宿場が置かれた。郡山宿は、古くから交通の要衝として発展した場所に置かれた宿場町である。かつて、欧州街道は、 江戸から江戸地と呼ばれた。この街道の南へ向かう道を郡山付近では江戸道と呼び、北へ向かう道を仙台道と呼んだ。街道の古称には行き先の地名を用いることが多く、江戸の日本橋から郡山までの距離はおよそ56里、郡山から仙台までは35里ほどあった。郡山が宿駅として公式に認められたのは文政年間とされる。 江戸時代以前より、伊達政宗の保護を受けた商人の往来により主要な門前町としての性格を持ち、やがて江戸幕府によって欧州街道が整備されるに伴い、宿場町として発展した。1689年旧暦4月29日、廃人の松尾場将が須賀川を建って、お辻が滝から森山を経由して、金谷の渡しを渡り、郡山で一泊した。遂行した。 空の日記には、日の入り前、氷山に至るりて宿す。宿無境氏と記されている。1588年に、伊達政宗は、氷山の商人である山本伊勢に箇所刻印状を発給している。箇所刻印状は、伊達領内の通行手形である。山本伊勢は、伊勢商人であり、上方に物資を扱う、大きな力を持った商人が氷山にも存在した。 ことを示し、郡山が商業経済集落であったと考えられる。なお、当時の街道は、阿武熊川沿いにあった。郡山塾は、1604年に、徳川幕府の命により、欧州街道が開設され、改装したというのが定説である。欧州街道の道中は、正式には、江戸日本橋から白川までを指し、幕府は、五街道の一つとして、 道中奉行に支配させた。この内白河井北の民間山でを仙台正木道と称し、脇街道として環状奉行が支配したが、一般的にはこれも欧州道中、または欧州街道と呼ばれた。この街道の道筋や宿駅の整備は、豊臣秀吉の大潮期1590年から1591年の時に始まり、 1604年には徳川家康の整備令が出され、主要な脇街道である欧州街道もそれに準じて整備された。江戸日本橋を基準として36町を一里と定め、一里ごとに塚を築かせ、道路の幅は五軒とし、街道の両脇には松並木を植えさせた。日本松半寮内の宿駅は、笹川、肘山、小原田、郡山、福原、日和田。 高倉から500川を渡り、本部、杉田、日本松、油性、日本柳を過ぎ、忍部郡八丁目宿へとつながるが、福原、高倉、油性は、1615年以降の設置である。松並木は、主要地方である須賀川、日本松線の郡山市費、和田と、福山地内に今もなお面影を残しているが、郡山市内では、小原田の北入り口、久保田、 日和田殿にあった一律家は近代になって壊され、現在は久保田に石踏みが立っている。宿場の整備金制宿場の主要な役割は、幕府や藩及び商人の荷物輸送と旅人を休宿泊させることであった。そのため、宿駅には人馬と休宿泊施設を確保しておかなければならなかった。この地方では年貢は半石半衛星が取られていたため、 農民が現金収入を得るための定期市場が必要だった。市場が開かれる村は各地の物や人の集散地となり人口が増加するとともに交通量が増え、旗小屋などが整備され、おのずと在京町として発展した。現六年間には需要に応じて常設の店が出るようになり活動の場を求めて他地域から移住してくるものも増えていった。 早期から郡山を拠点に活動した有力商人では、官営年間にはすでに活動していた安藤忠介や漢文の頃に越前から移住した武田十三や1675年に尾張から移住した茂原家などが知られている。郡山村の人口は1777年には2514人で、 あったが、40年後の1817年3566人と1000人以上増加している。こうした発展の実情がありながら、尊名のままでは、商売をはじめ所持に支障があるとした宿役人らの、陳情が認められ、1824年に、氷山村は、藩から町への昇格を許された。これにより、公文書や、小取引文書に、 氷山町と書くことができるようになり、町になるとともに、人口増加が加速した。朝書くから3年後の1827年、の人口は4014人となり、1867年、の人口は5205人となっている。氷山塾で商売や製造を行う者は、藩へ届けを出して、薬金を負担し、500冊を交付してもらう必要があった。 薬剤は年2回更新された。薬金は1752年改正によると以下のように規定されていた。各地の商人や近号の農民が絶えず往来する物資の集産所として発展するにつれ様々な治安上の問題が発生した。また宿場町として発展し整備が進むにつれ氷山宿は参勤交代の大名の宿所ともなっていったことで藩は 村役人に対して喧嘩の防止や火災予防などについて厳しい規制を行った。1830年以降1868年に郡山塾で発生した事件は、大官所に報告された件数だけで、盗難17件、障害13件、喧嘩5件、死亡18件あり、被害者、加害者ともに、両外の者が大勢を占めた。件数として盗難が多いのは、 宿場町の特徴であり、空き巣、宿泊中の枕探し、盗品の質入れが見られる。宿泊中の商人が回収した貸付金を盗難に、会うなど、一般に、両外の商人が標的となった。障害事件の多くは、追いはぎや若者の喧嘩によるもので、死亡事例3件を含む。追いはぎは、朝香山や、女宝寺前の大月堂や横塚堂での例が、知られている。 死亡事件18件には、飯盛森女との侵入事件や旅行者の行き倒れも、含まれる。また、大官所に報告された件数には含まれていない中に、1866年に、忠野原村五霊び峠頂上の阿弥陀堂を、廃観に来た合津藩士3名が、木戸の峠道で行き合った商人を殺害して、ロギンを強奪して逃げた追いはぎ事件などがある。火災は31件あり、 この打ち付け火は1件、不審火が8件である。出火原因として明らかなところでは、灰の取り扱いの不始末によるものが最多で8件、残火や灯明から出火したものが各3件、タバコの不始末によるものが4件、張り火から出火したものが4件あった。記録に残る大火には1807年3月21日の昼休辞時に、上町の茶屋町、 柏木長左衛門の稲屋から出火し、強風に煽られて、上町下町の合わせて1996軒を焼いた、駒で茶屋火事がある。この火災では、郡山塾にあった郡山組各村の豪像が消失し、保管米713国余りの9割にあたる661国米が失われた。また、1832年1月28日には、 14歳の子供の日遊びによって、女法寺の本堂床下から出荷し、842件を焼いた大化が記録に残る。屋台歌舞伎百8 2 4年、宿場町昇格を祝い、各町は祭りや出汁の豪華さを競った。中町や大町では、地方周りの歌舞伎や芸者の手踊りを出汁で披露する屋台歌舞伎が行われた。屋台歌舞伎は、 道路事情等の理由で1963年を最後に現在は行われていないが、出し飾り等の一部は現在も保管されている。1832年9月16日、氷山塾で恒例となっていた盆踊りが行われた記録が残る。当時、盆踊りや祭りは民衆にとって唯一の骨休めである社交場ともなっており、そのために遠方まで出向くこともあり。 金号、金在の若者が、氷山塾に集った、お原田塾氷山塾服、原塾、ありがとうございます。